はい、アップライト D 型になった新型レヴォーグ、こちらまあ 1.6i の GTS でありますが、ちょっと外観の変更点の方から見ていきたいと思います。まあ、まずはこのフロントの、フロントのマスクですよね。まずバンパーが、変わったと、ヘッドライトの方がですね、まあ、クリスタル、インナーレンズにね、まあ、クリスタルカットが入っていると。で、従来はターンランプがね下にあったのが、今度はこのヘッドランプの、ね、内蔵になっていると。で、まあ、従来からですね、このレヴォーグの、まあ、この U 字型のね、このイメージが、まあ、さらにこう強調された、グリルとバンパーに変わっていると。で、まあ、細かいところではこの辺にこうね、メッキのね、加色がついたりして、ちょっと質感アップということで、まあ、レヴォーグそもそもフロントのデザインは、まあ、好評だったので、まあ、基本はそんなに変えず、細部を洗練化させたと。で、まあ、ヘッドライトなんかはね、ステアリングと連動してこうね、目玉が動くような機構もあるので、ちょっとこう、やはりレンズもね、だいぶ変わっているということで、顔がそのようにまず変わっていると。はい。で、あとはですね、まあ見た目は、わかりませんが、例えばフロントの、ガラス、これはですね、まあ遮音の狙いで、フロントガラス肉厚になっているのとドアのガラスですよね。今開けたところで、例えばウェザーストリップも、改良されていて、で、リアの方は、ウェザーストリップはこれね、二重に、ストリップ、うん、リアは二重化されているということで、これ、まあ、遮音と、ドアの開閉フィールに、ちょっと、まあ、効いてるかなと。はい。で、ドアガラスの方はね、従来が 3.5 ミリだったのが、D 型から4ミリにこうね、分厚くなっていると。で、開けて、まあ、すぐわかるのが、この、内装のね、このパネルの方が、この、ピアノブラックのね、かなりその黒光り系のパネルが加わりました。で、ドアで言うと、ここにですね、この、まあ、中から開けるときに、あるいは閉めるときにね、指がこの引っかかりやすいような、このね、形状の、この取っ手部分がね、追加をされていると。まあ、それと機能性が地味に向上していると。はい。で、乗り込んでいくとですね、はい。はい、まあ、このコンソールのね、パネルの方も、質感の高いものに。で、早速こうね、ライターの妹さんなんかこのドアのね、パネルを早速こう D 型仕様を注文したという話もありましたが、まあそんな感じでね、ちょっとその、従来型に流用ができなくもないパーツでもあると。はい。リアシートのですね、背もたれの分割が、まあ従来通りじゃなくて、従来型は6対4の分割でしたが、このレヴォーグ D 型からね、スバルのワゴンとしては初めて、これね、いつもの6対4ですけれども、初めて、このね、424か。要は真ん中とね、別個に、こう、倒せるようになったということで、まあ、シートアレンジの工夫が、さらにこう、拡大がしたと。で、ね、なんでこう、今までなかったのかなっていう、逆に不思議だったりもしますが、まあ、スバルのワゴンとして初めてこれが、設定されたと。これもね、現行レヴォーグ B 型オーナーの井本さんなんかちょっと欲しい、悔しいということで言っておりました。はい。で、ちょっとリアの方に行くとですね、まあ、まずこのテールゲートの、ガラスも肉厚化。これは従来 2.8 ミリだったのがね、3.5 ミリになってると。で、このね、さっき言いました、リアの、ルームミラーからね、見える。ちょっとこれ、光の加減でちょっと見にくいと思いますが、ここにね、このガラスの奥にカメラが備わってます。はい。で、テールゲートを、あ、そうか、テールゲート開けたらわかるかな。これね、スマートリアビューミラーね。はい。のカメラが加わったということで、はい。ですね。で、テールゲートの方も、まあ、ガラスが肉厚で重ねたりですね。あとね、このボディとテールゲートの隙間がね、少なくなってるということなんですよ。まあ、それは多分また、高速域での風の巻き込みなんかが細かいところですけれども、まあ、遮音に効いてくるというところですかね。あとね、ちょっと細かいところなんですが、ちょっとエンジンルームの方へ行ってみますと、ちょっとエンジン止めますね。はい。で、まあ、この車 1.6 リッターで、今回エンジンも結構その、コンロットが変わったり、あるいはピストンのね、てっぺんの部分が変わったりしてるんですが、まあ、それは主にまあその燃焼の効率を上げてるということで、それが
私はさっき試乗中にですね、ちょっと立ち上がりのトルク増えたかなとかいうコメントがありましたが、まあそれはね、ミッションが今回 1.6 リッターも段付き の, あのステップ変速の 2リッターの方にも採用されてるね、段付きのミッションになったっていうところが多分ね、私そう感じたと思うんですが、まあ出力やトルクは変わってないんですけれども、エンジンの方はね、吸気ポートとかね、インジェクターとか、シリンダーのウォータージャケットなんかが変更されていると、あとね、クランクプーリーとかね、オイルスペーサーが、軽量化をされていてですね、まあ地味にその改良はされていると。でもう一つ、あのですね、このスバルのね、このターボ車を象徴する、よくねスバルオタクの間でも賛否が分かれるこのね、インテークですけども、こっからですね、実は空気をもちろん吸い込んでるわけなんですが、やっぱり中に水が入って、その水がタービンにかかって蒸発して、それがこうね、白いこうシミみたいなのがね、よくそれはオーナーさんのあるあるでもあると思うんですけど、車新しいのにボンネット開けるとやたらこう白いシミがね、あちこち飛んでると、あれはこっから入った水がね、いろんなところにこうかかって蒸発してできたシミだったんですが、そのシミができにくくするように、このね、インタークーラーのこの大きな穴から入った水はね、こうこの辺からうまくこうね、逃がすような、この辺の溝もそうなのかな、こうね、水をうまく逃がす工夫が施されまして、まあ、それによってタービンが濡れにくくなったと。ということで、まあ、錆の防止にもなりますし、そのエンジンルームのね、まあ、美観といいますかね、その白い変なシミが出にくくなっているということで、まあ、やっぱりエンジンのね、そういったタービンとかが濡れないっていうのは、まあ、それは耐久性とかね、そういう面でも効果はあると思うので、まあ、そういう地味な改良が加えられていると。で、1.6 の方もね、燃焼効率は上がっていると。クランクプーリオイルスペーサー等も軽量化をされたと。で、あと、ステアリングのね、ギアボックスもね、単体で 1.5 キロぐらい軽くなってるんですよね。それは、あの、ステアリングのね、手応えもよく変わってるんですけれども、ステアリングのギアボックスも、ECU とね、なんだっけ、ECU と何だったか、何かをね、統合してるんですよね。あ、そのステアリングのね、電動モーターと ECU がね、一体化されてるんですよ。そういう、こう、地味ながらかなり細かい、改良がね、1.6 リッターレボーグ施されております。はい、という、まあ、大体この D 型の主なポイントは、はい、以上であります。はい、今回レボーグのリアシートが、まあ、424で分割することになったということで、先ほどお伝えしましたが、私重大なポイントを見逃しておりましたので、ね、あの内装の設計担当の鈴木さんにちょっとこのね、レボーグ の, このリアシートの秘密をちょっと教えていただこうと思いますが、はい、このリアシート どういうところが秘密なんでしょう。はい、今回、変化点、大きな変化点の一つですね、はいはい、424分割に 424しましたというのは、はいはい、これね、真ん中がこのように倒れます。はいはい、倒れました。はいはい、で、今まで通り、うん、後ろからシート倒そうとします。うんうんうん、その場合、左側を倒すときは、うん、このように、ね、スコッといきます、はいはいはい。真ん中を倒した状態で、はい、右側を倒そうとすると、おっと、ここでクッと止まって、ゆっくり落ちると。おー、この配慮はその、どういうところにあるんでしょうか。どうしても、ロックとストライカーって、はい、危険なものが出てますと、はい、いうところで、万が一あそこに手を置いてしまったときに、はいはい、お客様が怪我しないようにという配慮のもとで、はいはい、今回、ダンパーを設定させてもらいました。はいはいはい、これは単に6、ね、424にしただけではないと、はい、で、もう一つありますよね、このシートには、はい、私もすいません、恥ずかしながらちょっと見落としてしまったんですけれども、この今回、424にするのに合わせて、はい、アームレストにバンドを追加してますと、はいはい、これですね、はい、これね、従来、はい、今まではこれがなかったから、はい、これね、はい、こういうふうにこれはセットこうね、やってたんで、まあ、はい、僕なんかはいいですけど、まあ、爪の長い女の人とかはだったと、はい、それがこれでできたと、はい、細かい配慮ですよ、これは、はい、そんなに目新しい機能じゃないんですけど、いやいや、できる限りお客さんにとって使いやすい機能をということを考え抜いた上で今回の変更として入れてます。はいはい、なるほどですね。ちょっとやっぱりこれね、地味なところで、ね、このなんかやっぱりね、安全と楽しさをやっぱりこうね、はい、追求しているところがこう、はい、らしいところね、スバルのエンジンさんらしいところということで、ちょっと嬉しくなりました。教えていただいてありがとうございました。はいはい、もうこれ知らずにあの人生死んだらすごい人生損するところでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。鈴木さんでした。ありがとうございました。自動ブレーキは、
リアバンパーに4つの超音波ソナーをつけてます、はい、この超音波ソナーで、はい、まあ、他の OEM さんが持たれているようなクリアランスソナー、うんうん、まあ、距離によって、対象物と車の距離をお知らせする機能、はい、これが、まず1つあります、うん、であともう1つが、この距離を、はい、車の動きと、はい、連動してみて、はい、衝突の可能性があった場合を自動的にブレーキをかける機能、はいはい、この2つを、はい、まとめて RAB と、はい、呼んでいます、はい、でまず、まあ、一般的なクリアランスソナーなんですけど、はいはい、まあ、通常、まあ、ゆっくり下がっていただいて、うん、はいはい、1メーター50センチを切ったところ、はい、この時に、うん、このマルチファンクションディスプレイに緑の、はい、あ出ましたね、はい、はいはいはい、でこの時はまだ距離があるんで、はいはい、警報音は鳴らしてないんですけど、はい、これから近づいて90センチを切ると、うんうん、今度黄色に、うんうん、ここで音でお知らせします、イエローゾーンみたいな感じですね、はいはいはい、でこの後、70センチを切ると、うん、オレンジ、うん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 、最後50センチを切ると、はい、赤のレンズ赤のです、ね、になります、はい、これが、まあ、一般的な、うん、距離警報、はい、になります、はい、でこの後、自動ブレーキを、はい、実際に作動させてみます、はいはい、後ろにこう誤発進の時のですよね、誤発進というか、はい、後ろに、はい、後退している時に、はい、まあ、後ろの障害物に気づかなかった、気づかなかった時、気づかなかった、はい、で、このシステムは、まあ、後ろ、車のダミーを置いてるんですけど、はい、まあ、車とか壁とか、うん、まあ、静止物で、うん、かつ、まあ、大きいもの、うん、まあ、具体的に言うと超音波がで検知できるものに対して、5キロ以下であれば、うん、衝突を回避するのを狙ったシステムになります、はいはい、で、今ここからクリップで下がって大体5キロぐらい出ますので、はいはい、これで実際に、ブレーキを作動させます、はい、で、ブレーキがかかる直前に、はい、ここに後方注意の、うん、警告が一瞬出ます、はい、出た後にすぐブレーキがかかります、うん、で結構急ブレーキなので、はい、ま、ちょっとシートに体を預けていただけると、うん、分かりました、はい、大丈夫です、了解です、はいはい、では実際に作動させます、はい、では行きます、はい、クリープで配布してますが、はい、あ、なんかある、おーおーおお、はい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 、今ペダル操作、ね、してませんね、はい、これアイサイトの前の時とまた違う、こう、なるほど、かなり、はいはい、ギリギリ、実際に後ろを目視していただくと、うんうん、おー、もうすぐそこですね、本当にぶつかってるような、はいはい、距離感、やっちゃったですね、普通だったらね、はい、なるほど、おー、これは地味にいいかも、はいはい、で、今何もしてないんで、ブレーキを踏むように、注意が出てます、で、ブレーキ踏むと解除、はい、解除ですね、もしくはアクセルを踏んでも解除されます、うん、あ、そうですか、はい、なんでアクセル踏んだり、うん、これ今ブレーキ離すと、うんうん、このまま進みます、はいはい、これ以上ブレーキかかります、あ、はいはい、まあ、これ以上詰める必要がある、うん、っていった時にはそういう操作が、うん、可能です、なるほど、はい、オートビークルホールドのご説明をします、はいはい、まずブレーキ踏んでいただいて、はい、ドライブに入れていただいて、はい、ドライブに、はい、はい、この状態で、うん、ブレーキを離すと当然前に進む、はいはい、普通にクリープでいきます、はいはい、一旦停止いただいて、一旦停止、はい、このパーキングブレーキの横にある AVH のボタン、はい、それを起動していただくと、はい、起動してオンにしました、メーターに AVH の緑の文字と、はい、下にブレーキの緑のマークがあります、はいはいはい、これで、はい、下のブレーキのマーク緑になっているときに作動していることを示しています、うんうんうん、なので、はい、今ブレーキ離していただくと、はい、あ、はいはい、あ、自動ホールドですね、はいはいはい、で、これを、うん、解除するときは、はい、アクセルを踏む、もしくはブレーキを踏む、はい、ブレーキをちょこっと踏むか、結構本当にもうちょこっと触っただけで結構解除されましたね、はい、そうです、はい、で、アクセルで解除するときは、うん、まあ、信号停止等からの発進に、はい、まあ、使えるんですけど、はい、渋滞を走ってるときとか、うんうんうん、クリープで発進したいときに、うんうんうん、前に車があるときにアクセル踏むのって結構怖いので、はいはいはい、そういうときにブレーキを踏んで、ブレーキちょい踏みでも解除、はい、あ、これだとクリープで発進できます、ね、だから両方なんですね、はい、なるほど、今みたいにこうブレーキをかけるかけないギリギリのこう渋滞でノロノロノロって走った時には当然かからないように、はい、作ってますので、うんうんうん、本当にこう停止してるところを、はい、検知して、はい、停止状態にすると、なるほど、これだからまあ、はい、あ、そうですね、今ね実際ブレーキかけてますけどまだこの段階で効いてませんもんね、はい、でちょっとこうクッと奥に踏み込んだくらいかかる感じですよね、はい、微妙に次発進するようなシーン、うんうんうん、ギリギリ止まってるようなシーンでは入らないように、うんうんうん、ちょっと踏み込んで停止する意図がある、本当にドライバーがそうですね、止まりたいっていう意思ですよね、はい、そうです、それを感知してくれると、はい、おー、なるほど、これも細けえな、はい、はいはいはい、うん、なるほど、あ、これね、この辺、この辺でもまだ効かませんもんね、でもう、もう、あ、止まりたいっていうね、あ、この塩梅は多分すごいいいですね、これね、ブレーキの動力を感じる能力というか、なんというか、すごいこのこっちの気持ちを分かってくれる感が、はい、はい、
続いて、はい、スマートインナーミラー、はいはい、ミラーですね、はいはい、今、鏡の角度は、はい、ご自身の、はい、僕の、この目線に合っております、はい、今あのダミーのレボーグが映ってます、はいはい、その状態で、はい、まあ、後ろに荷物があるとか、はいはい、この3人真ん中乗って、はいはい、後ろが見えないはいはい、っていうときに、下のレバーがあるんですけども、はいはい、これですね、はい、それを一度手前に引っ張っていただくと、はいはい、あ、はいはい、後ろの、カメラからの絵が、はい、カメラからの映像がここに映るという、はいはい、これね、荷物どんだけ積んでようが人がまあ、ね、乗ってようが見えると、はいはいはい、確かにこれね、普通のこの本当のカメミラーよりやっぱ鮮明だし、はい、ね、物理的にこう分かりやすいというか、そうですね、今ね、一人乗ってるだけでもね、はい、やっぱり結構遮られてますよね、はい、頭の部分でね。で、こうね、なんか、ああ、見にくいなっていう態度をするのも、ドライバーとしてこうね、なんかこう、気使うというか、ありますよね。それがこう、なるほど。これなんかね、ワゴン以外のセダンなんかにもあってもいいかもしれませんよね、そのね、リアシートの人に対するね、はい、配慮という意味で、はい。なるほど。はい。ありがとうございます。はい。はいはい、で、すみません、ハザードスイッチの下に、はい、ビューボタンあると思う、はい、これを一度押していただくと、すみません、もう一回お願いします。あ、はい、もう一回。これで、はいはい、サイドビューモニターとフロントビューモニター、はい、両方ですよね、はい、両方出してます、はい、サイドビューモニターは、従来からある機能ですので、はい、すみません、ちょっと今日は説明させていただきます、そうですね、はい、で、すみません、ビューをもう一度押していただくと、はい、もう一回です、はい、これで、はいはい、フロントビューモニターの、はい、映像になります、はい、で赤い破線が前に走ってると思うんですけど、うん、はいはいはい、これが、バンパーの先端から50センチ先の位置を、はいはい、50センチで、はいはいはい、で左右に横の線が2本走ると思うんですけど、はいはい、これが、車両の側面から30センチ外側、はい、この位置を示します。全幅のこの端っこですよね、はい、から30センチ横側、なるほど、はいはい、でこれを使って前に、はい、見通しの悪い交差点を模擬してますので、はいはいはい、これに向かってあの交差点のちょっと手前で止まっていただく、はい、分かりました、はいはい、させていただいてよろしいですか、はいはい、左右に隠れている、うん、はい、ありがとうございます、はいはい、ここで、あ隣に人形を立てているんですけども、はいはい、それがカメラでは見えます、うん、はい、カメラ見えますね、なんですけど、はい、目視ではもちろん見えませんね、こうしてもまだ見えません、はい、はいはい、これが、このカメラがあることによって、うん、交差点から、うんうんうん、車を出す前に結構奥が見えるんですね、これね、はい、なるほど、180度近く見えますので、はいはいはい、これで安全確認、まだ見えないな、ドライバーからは、はいはい、あ、やっとチラッと何か見えたかな、左、これで今右はまだ見えない、先端、バンパー先端がもう出てる、うん、さっきちょっと出た感じで、あ、やっとこれで右の青いのが見えましたね、はははは、あ、これはだいぶ分かるな、狭い路地とかね、多いですからね、はい、なるほど、これで安全を確認してから、はいはい、走っていく、これもね、ベテランのドライバーでもあったら絶対便利ですね、これね、特に日本の狭い道絶対便利ですね、これね、はい、はい、やっぱこういうところ多いので、うんうん、そういったシーンで使えるように、うん、はい、わかりました、はい、すいません、どうもありがとうございました、はい、はい、ありがとうございました。